よいしょ。こうナイス。これいい球じゃない。これはいい。どうも。はい。今回ですけども、飛ばし屋ならみんな使いたい。はい。あのメーカーのクラブを。ひとびの伝説のクラブですか。はい。今日はそれを知らせたいと思います。こちらです。じゃじゃん。コブラ。はい、コブラ。3種類出てきます、はい、この LS っていうのがまあ一番、まあ、難しい、はい、ケースピンのモデル。そしてこちら X がまあ真ん中のノーマルモデル、はいはい、ちょっと重心が後ろにあるね、はい、でこれが MAX っていって一番ドローがしやすい、はいはい、重りがこっち側にも優しさ的に言ったらこれこれこうって感じね。そうだね。一番ここにあるんで。こっちとこっちについてるんだ。入りやすい。はい。で一応これがね、10グラムと6グラムの重り、うん。これをチェンジすることで、まあ少しつかまりを抑えるっていうことができるんで、まあ調整もやや効き、はい。これも多分ね。これは前側についてるんで。そう。これも10と6でややつかまりにくくしたりとかできるんで。はいまあ、これが一番前側についてる、はい、テースピンだと。でね、あの有名なデシャンボ、はい、そしてリッチ・ファウダー、はい、そしてあのね、ドラゴンチャンピオンのカイル・バラクシア、はい、であの女子のレキシー・トンプソン、はい、全員飛ばし屋ですよ。デシャンボーだって2015年モデルとかをずっと使ってたんだ。本当、うん、やっぱそれぐらい。デシャンボーのはデシャンボーって LS?まあ、LS だね。はい。デシャンボはこれ。デシャンボはこれですね。リッキーもこれ。リッキーもはい。ただね、カイルさんはこれを使ってるらしいです。あのね、ロン毛の筋肉ムキムキの人ね。は逆にこれ、はい、直進性が大事なんですね、うん、彼ぐらいから、はい、でね、やっぱ特徴がね、あってもうフェースを見てほしいんだよ。これがなんかね、レーザーなんとかで1枚ずつ彫って、うん、そのなんか AI でね、なんかいろんなポイント、15ポイントを分けて、はいはい、なんか厚みをね、変えてんだって。それによって、まあ、打点の図、はいはい、今回は飛ぶし、曲がらないっていうところを進化してるんです。そう、高初速も実現しております。そしてあと、高慣性モーメントです、はい、すごい、で、このフェースがさ、ここまで来てんだよ、うん、なんか不思議だよね。すごいよね。前作はこのフェスここまで行ってたんですけど、今回はねここまで。ちょっとあれじゃん、天ぷらする人にとっては。うん、もうちょっと上まで。俺っちとかここら辺で打つ人は逆に嬉しいかな。はいはい、サイドチェンジする。サイドチェンジする。これちょっとね、これ初コブラなんですよ。俺も。エゾボル。じゃあ最初は。最初は真ん中のモデル。LTDX から行ってカイルバークシャーね。そうです。シャフトは純正の S、はい、スピーダーの NX スピーダーです、はい、でね、今ついたのこっち側にこう、まあ、多分空気力学をウィングそうなんか多分速い感じにしてくれて、はい、おー、あ、なんかね、言いたいとめっちゃあの道具みたいな、はいはい、クリーザーまで行かないほどよいべったり。ほどよいべったり。じゃあ早速行きます。はい。あ、ちょっと今。下から下に出た。結構でも左フックしたね。今。下側の感じか。うん。240です。240。ちょっと苦しすぎました。ちょっとジャジャ馬ですか。ちょっとね、コブラ難しく感じる、少しね。はい。
ちょっとうまく打てませんね。同じ球しか出ない。全部この球で。普通はね、まあ200、230。ってことは初速とか、初速関係もあるのこれ。ヘッドスピードは出てるのかな、なんかね、出てないの。39.8、ちょっとうまく打てませんね。うまく打てないですね。では、ハテヤに託します。意外と大きいよね。まあ、ローグよりちっちゃいけど、割とある。ローグ近い。ね。まあ、近め。なんか変な音した。伸びてる。伸びた。43。はい。37。うわ、これ。これあれ。音は飛んでそうな音。めっちゃ流せる。風強い。ちょっと待って、これ雪映るかな。この白いつぶつぶ雪です。伸び、ちょっとスピンが。スピン多いんじゃない？いや、今もスピン多いから。違う？伸びるかな。おお、今これ飛んでそう。何本？46。でもちょっと暖かいところに行きたい。わかる。飛びそうな気がする。わかる。あの体も動かない。なんか初速結構出てる。なんか球強い感じするよね。俺もなんか引っ掛けてるんだけど、なんかね、球の重みがある感じはする。当たる場所によってなんか違う。なんか球ね。ミスった時はあれだけど、なんか重たい場所あるよ、ね、なんか感触も違う。ああ、はい、じゃあ次簡単なモデルいってもいいですか。はい、じゃあ次簡単なモデルマックスで、ちょっとね、俺さっきのモデルでうまく出なかったんで、あの落とします SR、はいはい、でもあれでしょ、これに多分ついてるの。これは純正です。 SR だからそれでいいんじゃない。はい、いきます。見た目同じ？軽くなった。はい。軽くなった。軽くなった。ああ、繊細だ。本当かな？ね。でか。抜けた。ああ、でもね、気がついた。さっきより触れる？ああ、37。あ、これこの音だと思うんだよね。ああ、ちょっと今ミスだけど、今の音じゃないと性能が出ないじゃん。あ、これお、いい、ちょっとね、でも低いね。あ、でも向こうまで行ったわ。うん、転がって。お、ナイス。これいい球じゃない。これはいい。130。うん、今の当たりとかスピンも なさそう。おお、はい、あ、まあ上がった。うん、31。はい、ちょっとね、意外とね、シャフトがしっかりしてる。寒くて固まってんじゃん。あ、そうなのかな。で、やっぱ帰りやすいね。すごい打ちやすかったですね、うん、結構つかまりがいいね。あんなに高速スライダー出るから、うん、もし
かしたらこれを入れ替えたりすると、もっといいかもしれない。渡った時のこう何とも言えない感触が低くビュって出てく感じがするんだよね。そうだね。クッと感じはする。はい。立山はじゃあ行きましょう。いや、スタート。そのまま行きます。そのまま行きます。軽いね。捕まりますね。わからない、そういうクラブなのか。あー、いい球だ。奥までは行ってない、なんぼ。あ、いいでしょ、237。わー、これいいよ。なんぼでしょう。240。少し左だけど球は好き。おお、これだ、この球だ。ただ奥まではいかんぞ。なんぼ。46。ちゃんと当たると気持ちいい。うん。2回曲がった今。風に流されてるのか。243。どうですか。あれだ。なんかちゃんと当たった時、ギュッて感じが好き。なんかしっかり当たった時、飛び出す感じはある。あれあれすごい。うん。いいんじゃないですか。安定感的にはこっちの方が振りやすかったね。こっちの方がまあ振れるからなんとかなるっていうか。でもそんな吹き上がる感じが。ないな。ローグとかステルスみたいな。ステルスとかローが上がっちゃったけど、そういう感じはない。で最後、はい、いきますか LS。 はい、じゃあ最後 LS いきます。これが一番目玉なんじゃない。これそうだね。デシャンボーとヒンキーなんですか。でシャフトなんだけど、こちらだけね純正で 6S ツアー AD の 6S がついてます。コブラなんですね、うん、でこれでぶっ放してください。いやー、いけますかね。いきましょう。いきます。リッキーなんだ。デシャンボーじゃないの。ちょっとね、ヘッドちっちゃく感じる。あ、そう。あの、コロンとした。はい、これが出るね。お、ナイス。これは強い。おー、駆け上がってった。240。ああ、なんか意外といいよ。うん、34。はいはいはい、一番安定してるし、ね、飛んでる気がする。飛ばす気がある。うん、おー、いいじゃん。ちょっとやっぱ足すにはパワー不足感がね、否めない。なんか上がってかない。もうちょっと力が多分結構飛ぶんじゃないかな。おー、いい今の音。34。はい、どうですか。234連発。これヘッドスピードあれば、うん、飛び出しも高くていい球になったと思う、うん、ただ安定感は一番あったね。実際ね、なんか、ま、あんま曲がりなかったね。うん、8点、はい、構えた印象はなんか絶対ね、少し小さくなるね。うん、小ぶりな感じする。で密度が増した、うん、前は空洞な感じだったけど、しっかりしてるね。
ていうね、しっかり振っていきましょう。よいしょー、うわ、球が全然違う。でも振れるね。263、やっぱりこれぐらい。おいしょ、いいね。ここでいい球だ。斜め256、飛ぶね。逃げ気味だけど250、悪くはない。ナイスー、これ棒玉で飛んでそう。うわ、これ飛んでるぞ。67、もっと振っていこう。よいしょー、おー70、270いった。風あるけどね、結構上の方に当たってるよ。あー、どうだ、ちょっとこれやっぱ振れば振るほどいい球になっていくよ。うわ、あ、あんま曲がんないね。あ、斜め267、もっと緩いって曲がったらおかしいな。ね、もっとスライスそうだけど。よいしょ、これはいい球だ。斜め260、いや、いいけどね、つかむ振らないといけないから。振らないとやっぱ効果発揮しないね。振りたい人、あのバチンと振っても曲がんないね。エゾボール、総括と総括としましては、ここはやっぱりLS、リシャンボータイプが一番安定してた。で、その簡単な方2種は、あの、結構捕まりすぎました。そうだね、ちょっと逃がさないと。そう、で、逃がそうと思うとスライスになっちゃったりとかして、うん、だしっかり振って曲がらないから、結局これが。これなんか、際立る感じがなくて、うん、スイングが少なそうです、うん。ドスライスは出ないけど、捕まりやすい。これはあのやっぱヘッドスピード、うん、あの大事になってくるね、うん、これぐらいで、しかも俺は 6S 使っちゃったんで、ちょっとやっぱ球が荒くなって、あの44、5ぐらい、そうだね、低めのドローボールになっちゃう。また、あ、いい球を打ってます、はい、あ、使いこなせるならいいクラブかもしれない。まあでも飛びが好きな人は、うん、ちょっと一回試してみてください。はい、ということで、どうもありがとうございました。